感じに怯えたんすよ。あ、もうやったって。この番組はキョラのスポンサーのテキョラお送りします。よっしゃー、来た来た来た、すごい。今日はスペシャルゲストデビルのケイスケさんにお越しいただいております。ありがとうございます。よっしゃー。あの大阪に僕来てまいりまして、今回はですね、よっしゃー、よっしゃー。大阪どうですか？大阪適当雑な振りから大阪どうですか？盛り上がってますか？何の心も入ってない。ありがとうございます。いや、お久しぶりですね。まあ、お会いするのは全然そのなんかちょいちょいあるんですけれども、コラボさせていただくのが去年の夏ぶりということで、ありがたいです。楽しみです。いやー、こちらこそ楽しみ、めちゃくちゃ楽しみです。この楽しみにしていただいている今日の内容はと申しますとですね、おー、なんだなんだ、リアクション動画やっていきたいと思います。ありがとうございます。前回はご本人の壮人残酷のライブ映像やらせていただいたんですけれども、今回はですね、ライバルバンドというか、ライバルバンド、あーあー、DDJ、 あー DDJ、 あー、ジルカ、ジルカ、ベノムという楽曲、ジルカ、ベノム、あいつらか、やっとピンときた、やっとピンときた、ジルカのベノムな、何回一緒にライブやってる、ベノムのジルカか、かかってこいやー。逆かもしれない。逆か。そう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 。ベノムっていう楽曲がバズってんすよ。めちゃくちゃバズってるね。ねえ、うん、それこそ前回の壮人残酷に続き、そう、なんかバズりにバズってる、バズりバズって曲でございますんで。めちゃくちゃかっこいい曲だな。ちょっと偵察しません？うん？スパイ。ねえ、確かにね。ライバルだし、うん、内情をちょっと探っていこうじゃないかと。探っていこうよ。そう。探っていこう。探っていこうと。探っていこう。そしたら。二日目ですからね。無理しないでください。そのライバルのジルカの曲をですね、今日二人でちょっとリアクションさせていただきたいなと。で、そのライバルバンドならではのその視点とかも、うん、なんかボーカリストですから、そう、二人ともね、ちょっと見ていきたいと思いますので、こんな感じでこのチャンネルでは日々発生関係の話とか、あと今日みたいなリアクション動画とか、日々アップロードしておりますので、またチャンネル登録を済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。デビルの情報もぜひ概要欄からチェックよろしくお願いします。あとジルカもね、お願いします。ほら、ケイスケさん、92万再生ですよ。やべえ。4ヶ月前、やばくないですか？回ってんな。回ってる。えぐい回ってますから。いや、確かにかっこいいもん、曲。かっこいい。まあ、すでに聞いたことあると思うんですけど。歌ってたもんね。そうですよ。ね。そうだ。DJ で。ありがとうございます。あ、そうです、そうです。フィーチャーにさせてもらったんですけどね。っていう楽曲なので、ちょっと。いや、楽しみだな。楽しみだな。偵察していきましょう。そうだな。どんなもんだよ、これ。ナイス。いいな、このエレクトロ感がね。EGM っていうぐらいですからね。絵も綺麗、めちゃくちゃ。いや、綺麗ですよね。近未来的やな。なんかジルカの良さですよ。うん、あ、こんなもんな。こんなもんな。かっこいいに決まっとるやろ。かっこいいに決まっとるやんか。ねえ。こんなこれやったらもうあかんわ。たまりませんよ、まあ、たまりません。リッチョっぽいっすね。リッチョっぽいね、確かに。このシャウトね。うん、あの、あいつはジジイシャウトとか言ってますよ。ジジイシャウト。いや、かっけえよ、このジジイ。かっこいい。このジジイかっけえ。かっこいい方のジジイですよね。かっけえ方のジジイ。いい年の取り方しますよね。そう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 。このジジイに関してはね。本当に。僕らもこうなりたいですね。こうなりたいね。いずれは。うん、これここ僕いるんですよ。あ、そうか、そうか、僕ちょっと。レコーディングでも。さあ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 。見えば。いいですね。出たー出たー、大阪のやつや。大阪のやつや。大阪のやつなんすか？大阪のやつや。大阪さんなんすか？ジルカ。ピンクスクイール。なんか、そういう風に俺は聞いております。大阪さんらしいですわ、このピンクはな。そうなんですね。そうらしい。大阪さんなんすか？産地大阪さんらしい。大阪からこれ仕入れてるの？大阪さんのピンクスクイール。あ、そうなんですね。あ、そういうのあるんですね。らしい。地方によってちょっと変わる。地方によって変わるみたいな。薄めなのかな？関西の色が。出しちゃう。出しちゃうね。出し関係ない。よう拾ってくれました。これね、必殺技ですよね。ね、リッチョの。リッチョというのも。ですよね。うん、これ、ね。うわぁ。どこまでもこう、抜ける。抜け感がすごい。抜け感がすごい、マジで。あ、セナチンもセクシーで、相変わらず。エロいわ。いや、間違いない。間違いない。あ、グーって。いや、えげつ。いや、いいっすね。あー、なんじゃこれ。いや、すげえ楽曲ですよね、これ。こんだけテクニックを詰め込んでるのに聞きやすいって。いや、わかる。す
すごい。本当そうっすよね。それがすごいよね。めっちゃわかりますよ。テクニックだけじゃないっていうね。複雑なのに、まあある種そのなんだろうな、わかりやすさも兼ね備えてるみたいな。背中すごいのかな。背中もすごい。背中もすごい。すごい。武器もすごい。いやすごい。ジェーンもすごい。すごい。リッチョもすごい。全員すごい。全員すごい。ジルがすごい。ジルカのベノム。ジルカのチェックよろしく。ベノムのジルカ。よろしく。それは何なんですか。分からん。作業から。うまいですよ。いいため、うん、そしてサビ、これこれだ、これはこれもこうね、これもこう手上がりますよね、これはスタンディングオベーションすよ。もう楽曲とかもう何にも関係なくなっちゃうから見えちゃってる、誰の動画か分からなくなっちゃう。ほんとそんぐらい素晴らしいいいサビですよね。いや本当にめちゃくちゃいいサビですよね。これちょっと男らしい声になってんのかな、あいつもと違って、太め太め、そうそう太めですよね。感じがする。相変わらずピッチがいいんですよ。いやピッチいいや、高いし、うまいな、うまいのよ、万能、費用費用ですよね。本当にワンチャン、ほんとなんか一番兼ね備えてるかもしれない。確かに必要なステータス、そうそうそう、クリーム含めたらね、そう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 、クオリティ高いね。クオリティ高いですよね。うん、めちゃくちゃ思いますそれ、うん、ね、天丼ね、大阪の、ありがとうございます、大阪さんのね、大阪さんのこれこそ裏でシャウト入ってる、いや、うん、ジジイね、ジジイった。え、これ知ってますこれ、これ実はピークなんですよ、ここ。え、これね、ピークなんですよ。僕ライブ出させてもらうときに、うん、ずっと聞いてて気づいたから、はいはいはい、本番はそうしたんですけど、はいはいはい、次ね、ほんまや、フリーなんですよ。ほんま器用やな、これ。こんなバレないぐらいのバレるかバレないかギリギリのピークをね入れてるっていう。何このテクニック。こう前回のベノム解説ができるのか。なるほど、そっかそっか、そこなんで、うん、そのままサビ終わりまで聞いちゃいましょうか、うんうん、いやいや、ジジイね、いや、ジジイな、いい、うん、ブーうわっ、おお、なんや、おい、あそこ音が良くなったな、おい、いや、すごい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 、臨場感が、臨場感ありすぎて、もうリッチョの声聞こえましたもん今。聞こえた俺も、ね、めっちゃ聞こえた。もう一回、ね、今やばいっすよね。もう一回言います、ま、マック変わった、ちょっと、いや変わったです、昔のマックっす、ね、まあ、昔のマック、うん、あれリッチョいるこれ、リッチョあるいる、いやいや、でもいや、そんなわけないですよね。いやいや、大阪住む子だって。いや、そうよ。ガチで大阪ですか。彼はね、東京だから。もう一回、ね、そうですよね。そうそう。もう一回ちょっと流していいですか。行こう。え、あ、はいはい。横普通ですよ。うん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 。ね、あのピック途中のでしょ、すごいやっぱすごいわ、聞いたら、あ、ピックだっつって、いや、ありがとうございます、いやいやいや、ここに大阪なんですけども、そうなんですよ、本当に、いや、来てくれたね、いらっしゃい、びっくりした、先生やってたでしょ、そうそうそう、俺見に行ったじゃん見に行ったじゃん、俺待機時間20分、そうそうそう、遅いねんなあ、ケイスケ、すいません、なあ、昨日5軒な、はしごしてな、12時間以上飲んでな、ベロベロになって、ベロベロになって、なあ、もっとちゃんとしたリアクションしてもっとちゃんと喋る、じゃあ俺がダメだ、そうだよ、俺が酔っ払ってる残ってるもん、俺残ってる、残ってる、おもろ、いや、ありがとうございます、いや、ありがとうございます、ありがとうございます、横田陸を改めて3人で、改めて、まあ前もやったけどさ、うん、まあ、改めて見ていこうって感じですよ、この3人って、ね、ありがとうございます、本人とライバルバンド、私いらっしゃい、いやー、相変わらずいい曲です、ありがとうございます、続きいいっすか、いいっすよ、いいっすよ、いいっすか、いいっすか、行きましょう、これ勢い上げていきましょう、行きましょう、いや、いいよ、超気持ちよかったもん、ライブも、ほんと？ここが結構好きなんだ、これね、
ためいね。ためい。ためがね。そう。おお。あ、そして。ここね。太い太い。太いよね。硬い。強い。強い。何の話やこれ。頭悪い。頭悪い。あ、セナラップ。あ、来るよ来るよ。セナラップ。あ。いやいやいや。あ、いいね。お前歌えんのかよ。そうなんですよ。そうなんですよ。いや、いいね。やばい、これはやばい、ここの破壊力やばいよね。完全に音が消えるの多いよね。うん、そう、あれやっぱなんか持ち味なんだ。あれはこう自分たち、うん、まあ、それをやってたら自分たちまでそこまでいかないけども、その特徴としていきたいなみたいな。うん、確かに確かに確かに。いや本当、あのジュルカっぽいなっていつも思うんで。あ、本当。うん、思いません？いやいや、思う。ですよね。いい感じにね、味が出てるね。そうですよね。ブレイクね。うん、しかもちょうどいい感覚で入れてくるっていうかさ、欲しいところで、そう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 、そうなんだよね。いっぱい入ってるけど、そう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 、ですよね。うん、欲しいところで来るから、いっぱい入ってるから、うん、しつこいかなと思いきや、ちゃんといい、そんなことないんですよ。さっぱりなんですよ。さあ、甘いところと辛いところがあるみたいな。いや、そう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 、無限にいけちゃうみたいな。そう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 、この青春の甘酸っぱさもあったり。青春の甘酸っぱさもあんの？ありますよ、ジェカ。あんの、マジで。ジェカ、青春ロックバンドなんで。青春メタルバンドですね。EGM は？下北とかでライブします。確かに。EGM、ちょっと忘れちゃってました。そうだよね。ブレイクも、これ。いや、もうえげつないこれ。これね。いいよ。これ、ブレアが長いのがすげえ好きだし。そう、毎回言ってくれてるね。そう。これも好きなの。尾を引く感じ。からの、ここやばい、汚ねー、もう一度やらないで、ここも、うん、ここも、これあの前回言わせたんで、はいはい、ここも俺大阪からちょっと頂戴してる部分。大阪さんなの？そう、大阪さんですね、ここ大阪さんなんだ。あのこれは、うん、あのデビルフのケスケ君ですね。うん、俺か、そうそうそう、本人、ね、去年から一昨年から、うん、マットピットの時に赤羽でかなんかどっかでやった時に、ケイちゃんシャウトどんなんできんの、うん、言われた、聞かれた、うん、で、ケイ、はいはい、ちゃんのちょっとすごい俺のお気に入りのシャウトやってくれたから、なるほど、あ、それもらうわっつって、あ、そう、拝借して、ガチで大阪さんじゃん、ここはあの、そうですね、持ってきてる、マジのやつない、そうなんですよ、マジ大阪さん、ちなみにどうよ、これね、バチバチよ、で、ここに俺のもう入ってる、もともとそういう追い切らさ出せてたんだけど、うん、だけど少しなんかこうもっとエッジの効いたというか、うんうんうん、あの東京と大阪のね、そうそうそう、ハイブリッドね、ハイブリッドが一番いいかなって、もう都会ですよ、ありがとうございます、めちゃくちゃここは混ざってます、いいとこ取りで混ざってます、よく効いてほしいです、うん、2段階目のねからのパンチが4回入るんですよ、ゴリ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 、やばい、えぐいっすよね、めちゃくちゃわかる、で、戻ってくるんですよ、この巻き戻し、うまいよね、やつも映像とリンクしてる感じも、確かに、やっぱその作曲されるじゃないですか、いや、そうそう、そういう視点でもね、見ちゃうですよね、多分さっきのブレイクダウンとかも、うん、多分ミッドテンポとか、はいはいはい、インダストリアルベースとかって言われてる、多分セナが結構 EDM 好きだから、はいはいはい、それからもうちょっとインスパイア、パリピですからね、なるほどなるほど、ラップするぐらいですから、うん、そうそうそう、でバンドサウンドとうまいことね融合してすげえなーと思う、やっぱ、ね、そうなんですね、作曲、うん、する人からすると、いやセンスあるっす、うわマジで、ね、嬉しいですね、褒められてるよセナチン、よかったね、褒められてるよ見てる見てる見てるいや、そんなところもね、ね、伺えると面白いですよね、ケイスケさんからね、したのもう待とうが待ってないから、授業した後だからセナビジョン、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 セナラジー、セナラジー、セナラジー、褒めらじゃないですか、僕のコンテンツです、もうやってないですね、で、サビ、いや、いいな、うん、いいメロだよね、うん、ありがとうございます、いいメロです、ね、ピークね、ドッグ、いや、好き、めっちゃ好き、めっちゃ好き、
いや、いいですね。もうリコのね、ヘッドバンが好きなのよ。ありがとうございます。すごい好きなの。ありがとう。あ、来たよ。来たね。この、来るよ、これ。異次元の空間。いや、そう。本当にそう。来ますよ。なんすかこれ、なんすか。さっきのね、いやのやば。確かに。何？そうその後。西成のおじさんでもあんな汚い声出さない。どんだけ汚い声出すの？ブル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 。猫ちゃんこれ、これジルカで初ぐらい使うの。確かに。いや、これね、実はね、本当に使ってる、あの、土初期から使っていいですよ。重ねとかで使ってる。そう。あ、なるほど、ね。あ、でも楽器グレーって入ってるよね。そうなの。なんか聞いた。そう、歌物が入ってる曲って、あの、歌と一緒にやるとこれ合わないのよ。あ、わかるわかる。それはめっちゃわかる。そう、全然合わないから。違うからね。違いすぎるからね。使い物になんねんっつって、ずっと避けてきて。なるほど、なるほど。だから全然使ってなかった実はあったんだ。もう本当にジルカの初期の曲から聴いてもらったら、あ、これかって絶対なる。うん、ね、たまにね、決めで入ってきたね。そう、この曲に関してはね、ここドキメでここ狙っていこうっつって。神々しいよ。ここはね、何でもできちゃいますね。いや何でもできる人が言ってくれてますから。いや、嬉しいですね。クッて、もう神みたいな存在ですからね。いや、本当にそう。いや、本当にそうだよ。そうや、めっちゃ西成神西成神。そうだね。西成神。よくないよ。観光大使。西成の。大使かなんか。大使。愛してるだけです。さあ、いいっすね。いいね。僕も明日観光しますね。知らないおっちゃんついてこないように気をつけて。気をつけます。本当にそれは。このピークも来てね。すげえ、こんなよう入れようと思ったもん。天に見せられた。うわ、わけわからん。すごすぎる。わからん。どんなと。終わりかと思ったら、ペア。いや、最高っすね。いや、もう壮大やな。壮大。最高です。なんか、もう、ジルカ、これで終わりなのかぐらいの、なんかそのイメージで。これでもう、バンド終わりですみたいな。なるほど。それレベルの、別に悪い意味じゃなくて、そういうレベルの壮大さというか。伝説のね、もう、そうそうそう。出し切ってるよね。そう、出し切ってる。いい表現です。もう出し切ってますよね。なるほど。そんぐらいのクオリティよ、これ。でも、まだまだですね。いや、そうだね。どんどんいっぱい出し切ってね。もう全部出しちゃう。そうだ、全部出しちゃう。もうそうだ。全部出しちゃう。ボロンつって。ボロンつって。はい。ピロンって。先輩怒られてる。先輩めっちゃ怒られてる。いや、これすごいわ。すごいっす。嬉しいですね、こうやって改めて。いやー、こんだけいろいろやってんのに、ごちゃごちゃするはずじゃないですか。こんだけやったら。そうだね。でも聞けちゃうし、こんだけ再生されてるってことは、それだけいろんな人の心を掴んでるってことですから。なんかこのジルカの皆さんが素晴らしいね、メンバーで作り上げたこの世界観っていうのが、やっぱみんな受け入れてるっていう。ありがとうございます。証拠ですよね。素晴らしいと思いましたって感じでですね、今日のこの超豪華なメンバーで今日お送りしてまいりました。リアクション動画良かったよという方、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。概要欄に、本日の URL とか、デビルフ、ジルカの情報貼ってますので、そちらもチェックよろしくお願いしますっていう感じで、マホーンと、ケイスケさん、リコ、お送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。やばいな。くそー。
ー